旧社会とは、いわゆる旧車と呼ばれる自動車やオートバイを愛好するものが集まって作られた団体、組織である。日本国内において、全国各地に様々な内容の旧社会が多数存在する。旧車はすでに製造が中止された希少な車両であるため、維持管理には手間や費用がかかり、知識や情報も必要とされる。その負担を低減するために愛好家が集まり、 貴重な部品を融通し合ったり、知識や情報を共有するというのが旧社会の一般的なあり方である。中にはそこまで深い関係は持たず、愛好家同士が交流、歓談する、あるいはインターネット上で意見交換する程度のクラブも存在する。旧社会には自動車主体のクラブもあれば、オートバイ主体のクラブもあり、その両方の愛好家が参加できるクラブも存在する。 クラブの方針により、回避性と非回避性の両方が存在するが、アマチュアによって、非営利目的で運営されているのが一般的である。多くの場合、旧社会への参加には、資格が必要である。以下に例を挙げる。特定の車種を愛好する者によって構成される、オーナーズクラブとは、非常に近い存在であるが、現行モデルを対象とせず絶版モデルに、 特化しているのが旧社会の特徴と言える。また、類似する名称の旧社会とは同じように旧社を愛好する点では共通性があるもののその構成メンバーの性質や行動において異が見られる。2000年代初頭からかつて暴走族などの反社会的集団を構成していたものが旧社会を名乗って集まる事例が増えてきている。その実態は 違法改造者による成人版暴走族と化している傾向が強く、騒音や違法改造、共同危険行為などの交通違反によって社会問題化しつつある。一方、メディアにおいては、本来の旧社会と旧社会が混同されて報道される事例も多いため、本来の旧社オーナーの集いとしての旧社会が暴走族化した旧社会との混同を嫌って、 名称を変更する例も見受けられる。ありがとうございます。